福永武彦は日本の小説家、詩人、フランス文学者、東京帝国大学経済学部の学生であった福永末次郎と日本政功会の伝道師であった豊野長男として福岡県畜紫郡二日市町に生まれる。東大卒業後に三井銀行に就職した父、末次郎の転勤によって横浜市、佐世保市、福岡市で過ごし、 1926年6月、東京に転居する。その前年の1925年3月に、母、豊は弟、文彦を生んだが、翌月三直熱のため死去している。母方のおじは、海軍少将、理学博士の秋吉敏夫、重邸に、立教大学名誉教授の秋吉てるがいる。海星中学、第一高等学校文科兵類を卒業。一校では、 休日部、文芸部に所属し、考量時報などに小説や詩を発表した。1937年に東京帝国大学法学部を受験するも失敗。早稲田大学演劇博物館で演劇を学んだり、ロシア語の講習を受けたりした。翌年文学部普通文化に入学し、1941年卒業する。以後、日医協会勤務。 参謀本部18班での暗号解読、日本放送協会の海外放送、東大仏文化での辞書編纂などに携わる。1945年、治療と疎開のため北海道帯広市に移り、3ヶ月ほど滞在した後一時東京に戻るが、翌1946年再び帯広に渡り、帯広中学校の英語教師として赴任する。その年に、諸女作。 等を発表する。しかし冬に、六幕炎を再発し、1947年秋に、手術のため上京し、清瀬の東京療養所に1953年まで入院した。それまでに中学校教諭を退職した。その間に、同級生の中村新一郎、加藤周一らと、文学同人、町にポエティクを結成し、日本語での応印定型士の可能性を追求した。 戦後、この三人で、1946年、文学的考察を刊行し、戦場での体験や、左翼運動を経験した第一次戦後破作家とは、距離を置いた、文学活動を始めた。1954年の長編小説、草の花で、作家としての地位を確立し、人間心理の信用を探る多くの長編小説を発表した。また、中村慎一郎と共に、 堀達夫の訓導を受け、堀達夫全集の編纂にも関わった。1961年学習院大学教授。フランス文学を中心にヨーロッパの文学動向を論じた。ボードレールなどの翻訳や芸術家を主題にしたエッセイ、古典の現代語訳もある。また、中村新一郎、堀田義恵と共に映画、モスラの原作となる。 発行要請とモスラを執筆、中村新一郎、丸谷斎一と組んで西洋推理小説をめぐるエッセイ、深夜の散歩を刊行し、さらに、カダレ太郎の名前で推理小説を書いた。幼少時にキリスト教伝道士である母親の元を離れて父親に預けられた。母親との約束を守り、父親は開成中学時代までは教会に竹彦を連れて出席した。 しかしその後、竹彦は、教会から遠ざかる。死の2年前、1977年に、キリスト教朝顔教会の井出提示牧師により、病床洗礼を受け、クリスチャンになった。死ぬまでの2年間は教会に通い、聖書をギリシャ語などで、原点に忠実に読んだ。1979年8月13日午前5時25分に、 脳内出血のため作総合病院で死去した。朝顔教会で教会葬を行った。同人仲間の現状は紀こと1944年に結婚したが1950年に離婚。二人の間に作家で日本芸術委員会員の池澤夏樹がおり、さらにその娘が声優池澤春菜である。福永はアナグラムを愛好し、純文学以外の分野で、 作家活動をする際には、アナグラムによってできたペンネームを使用したことで知られる。カダレータロは誰だろうか、船田マラブは、福永田のアナグラム。また、カダレータロの名で発表した推理小説の探偵は、伊丹秀則で、名探偵のアナグラムである。なお、船田マラブは、当初、推理小説執筆時のペンネームにするつもりだったが、その由来を知った編集者から、 おふざけが過ぎると猛烈に反対され、カダレ太タロを推理小説執筆時のペンネームとして急遽作成したと言われる。船玉ラブの名は SF を書く際に使われた。ありがとうございます。